0.1% でも。このアルベルト E を契約したのが2024年6月下旬、納車が同年7月下旬。購入店はいつものバイク屋さんでした。安心なバイク屋さん。自転車を選ぶときに電動アシスト自転車を購入はすでに確定していました。あとはどの車種にするかですが、それには大きな迷いはありませんでした。電動アシストありき。車種選択時、どのメーカーがどんな電動アシスト自転車を販売しているかは全くわからない状態で、一番先に見たブリヂストンのアルベルト E にぞっこん。むぐっときたぜ。ぞっこん箇所は2箇所。1箇所はデュアルドライブ、2箇所目はベルトドライブ。このデュアルドライブの特徴の一つが回復充電です。自転車で充電なんて。この車でいうハイブリッドシステムが私の胸にぐさりと刺さりました。この段階でいつものバイク屋さんに行って自転車販売について尋ねました。販売店探し中。そして帰ってきた返答はブリヂストン製の自転車なら OK でした。この時点で他社の自転車は私の頭からは完全に消えました。ブリヂストン一択。しかしこの時点から納車までの期間、私の勉強不足により回復充電は走行距離分可能、つまり充電器による充電は事実上不必要だと思っていました。完全回復充電の夢。実際納車のアルベルト E に乗ると、何キロ乗っても何日走っても残りバッテリー表示が増えることは一度もありませんでした。これが現実。そして数回乗っている中で分かりました。この回復充電機能は走った分の充電を意味するのではなく、充電器による充電の回数を減らすものだと。そうだったか。それに加えバッテリー残量計の表示は 20% から 100% の間では 5% 刻みですから、一層バッテリー表示が上がることはなかったです。厳しい現実。しかし一度は回復充電機能を使って、たとえ 1% でもいいから実際にバッテリー残量計が増えるところを見たい、こんな気持ちに変化していきました。 1% だけでも。これまでのアルベルト E 乗車の経験では 1% アップでも相当の走行が必要なのか、なんとなく理解できてきました。平地だけを走っていては無理かもしんない。かすかな望みを知ってずね。やはりこんな坂道を走行しなければバッテリー表示のアップは至難の業。今までアルベルト E で走行した中でうってつけの坂道があります。そこで実験だ。道を開拓中。回復充電とは。まずアルベルト E の回復充電についてご説明します。私もまだまだ回復充電を完全に理解しているわけでは決してありません。メーカーのホームページを参考にします。もしかして丸投げ。ではブリヂストンサイクルからの引用でデュアルドライブの概要をご覧ください。初めて見た時の感動が蘇ってきます。これが自転車。素晴らしいシステム。走りながら自動充電、このうたい文句にやられました。やられたぜ。そして消費バッテリー分全回収可能と勘違いへまっしぐら。真っ正面しか見てません。自動充電方法の説明が始まります。私が作ったわけではありませんが、どこにもバッテリー全回収なんて記載はありません。あるのはバッテリー長持ちだけです。今見ればね。しかし検討当時、すっかり完全に 100% 全回収からの自爆に取りつかれていました。感じがらね。そして今回の検証に使う機能は回復充電です。この回復充電についてさらにご案内します。回復充電の動作条件は3つあります。なるほど、3つね。その3条件がこれらです。1、ブレーキ回復充電機能。左ブレーキをかけたとき。2、下り坂自動回復充電機能。ペダルを漕がない状態でペダル停止時の速度または左ブレーキレバーを離したときの速度を上回る場合。3、停止自動回復充電機能。ペダルを停止した場合。以上、3つでした。また、停止自動回復充電と下り坂自動回復充電には
モードが3つあります。ですから使用状況に合わせてそれぞれの回復充電の用途を選択することができます。割と広い選択肢。そして出荷時には 1L モードに設定されています。また私もこの設定を変更していませんが、私のアルベルト E 1L モードでの走行です。平坦な道を押し。では今回の検証でどの自動回復充電の動作条件を使うかというと、1ブレーキ回復充電機能です。それには2つの理由があります。ブレーキで行きます。1つ目はこれから走る下り坂では左ブレーキが必要だと思う点と、2つ目は自分の意思でのブレーキ操作が一番回復充電するような気がするからです。気がするだけのこと。もちろん2つ目の理由は全くの未検証で、何の根拠も証拠もない私の単なる思い込みです。あ、思い込みで失敗したんだっけ。完全充電の件ね。検証方法。では検証場所と検証方法のご説明です。アルベルト E の後方に映っている坂、ここで行います。もう少し違うアングルでこの坂を見てみます。ここを下ります。上り方向を見ています。坂のてっぺんから左ブレーキをかけながら下ってきます。ブレーキかけっぱなし。てっぺんから下り方向を見ています。この坂を利用してバッテリー 1% 増やすために何メートル走行が必要か確認します。この時点で見当つかず。では実際に走りながら測定方法をご案内します。この映像は検証中ではありません。アルベルト E にはアシストオフモードがあります。納車が知った機能。アシストオフモードとは電源はオンですが、乗車中モーターアシストだけが無効になります。それ以外の回復充電、モーターによる制動等は有効です。人力漕ぎモード。今回の検証ではこの下り坂を左ブレーキをかけながら回復充電しますが、今現在はモーターアシストを使って登っていますが、検証中にはオフです。アシスト機能は素晴らしい。人力のみで登ります。この勾配はクースポ製 DC107 では最大傾斜は6度です。数字だけだとなかなかイメージできない傾斜角ですが、ピンとこない数値。もちろん全てが一緒というわけではありませんが、バイパスに合流する上りの傾斜より気持ち緩めとイメージしてください。そのくらいが 6%。 この後検証でこの上りをアシストモードオフで登りますが、上りの回数を重ねるごとにモーターアシストのありがたみを体感できます。モーター万歳。 6% 勾配での人力はこんなにきついものかと思い知らされました。車バイクでの走行ではこんなことを思ったことはありませんでした。立場による違い。そろそろてっぺんです。ここここ。そして実際に検証する下りです。てっぺんから下までは約300メートルです。この下りを何回下ればバッテリーが 1% 増えるかが目的です。何回なんでしょうか。本来であれば一気に下れればよいのでしょうが、周りにはそういう道がないので、アシストオフで上りは人力でアシストなし、下りは回復充電で試します。上りが辛そう。アシストモードオンでもオフでもやっぱり下りは楽です。しかも風を体全体で浴びるので気持ちがいいです。涼しいね。何回人力上りがあるのか恐怖でなりません。ちなみにクオーというモーター音たまりません。動作音に痺れます。現在気温は29度。今年の夏を考えると涼しいとも感じられる気温です。人力での上りはもちろん暑いです。下りの風が唯一の救いです。くっあれば楽あり。回復充電中。ではこれから検証開始です。反射して見づらいですが、現在アシストモードをオフに設定中です。まだ手慣れていない動作。 20% まではバッテリー残量は 5% 刻みで、 19% 以下では 1% 刻みになるので、ここまで 1% 刻みになる 18% に調整してきました。やる気満々。さて1回目の下りです。 18% がどうなる。本当にどうなる。すぐ左ブレーキをかけて回復充電開始です。バッテリー表示がくるくる表示に変わっています。くる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 。下る速度の目安は 20km 毎時です。ちんたら走行です。
1% 回復済み？でも今までの経験からたとえ下り坂でもたった 300m で回復するとは決して思えません。こんなに早くはないでしょう。それはないっしょ。もしかしたら開始時 18.9% だった可能性があり、そのためあっという間に 19% 表示になったのかもしれません。きっとそうだ。ですからできるだけ 18.0% に近づけるためにアシストモードをオンに切り替えて先ほどの坂を登ってバッテリーを消費します。あえての消費。アシストモードがオンになりましたので、バッテリーを消費するために登ります。あれ、走り始めてすぐ 1% 減の 18% 表示に変わりました。後述段あり。後ほど考察ですので、先ほどの下り検証はなし、ノーカウントとします。話は変わりますが、小学生の頃ノーカウントの言葉を知らない時期を思い出しました。久しぶりの言葉。その当時はノーカンと言っていました。ノーの意味はなんとなく理解していましたが、カンの意味は全く分かりませんでした。全く見当つかず。それでもノーカンと何の疑いもなく言っていたことをふと思い出しました。しかし周りもノーカンだったような気が。ノーカン。話をアルベルト E に戻します。どういう経緯であれ、今バッテリー表示が 1% 増えたのは納車以降初めての経験です。非常に嬉しいです。ハッピー 1%。 その嬉しさから上り坂もルンルン気分、何の苦もなく登っています。あるアシストモードオンだった。でも嬉しい浮かれ気分。さあ、おそらく限りなく 18.0% に近づいたことでしょうから、本格的な検証開始です。アシストモードをオンからオフに切り替えます。検証方法の確認。改めて何メートルの回復充電でバッテリーが 1% 増えるでしょうか。何回なんでしょう。左ブレーキオン、くるくる開始。いけ、くるくる。1回目 300m 下りでバッテリー残量に変化なし、 18% のまま。うん、なるほど。ではこれからアシストモードオフのまま人力で登ります。人力とうぬゆう。さあ、これから2回目の下りです。下るぜ。2回目 600m 下りましたが、バッテリー残量に変化なし、18% のまま。なるほど、まだまだか。そっかそっか。また登ります。このアシストモードオフの登りがいや、本当に癒す。今のキーンはこの時が疲れのピークであることの意味です。ちょうど傾斜がきつくなってくるあたりでした。チーン。これから3回目 900m の下りです。よし、いけー。900m 走行後です。おお、19% になりました。近日の 1% アップです。 900m 完走後に 1% アップとなりました。でも待てよ、ホールドン。ちょ、待てよ。
下っている最中、くるくるしている最中に 1% アップした可能性があります。ですから表現とすれば 900m で 1% アップという表現は使いません。ではなんと 900m あれば 1% バッテリーがアップすると訂正します。これで検証終了としたいところですが、1回だけの検証ではちょっと信憑性薄し、回復充電中にということで、検証パート2の開始です。検証方法、条件はもちろん全く同一です。バッテリーは 18% に減少させています。アシストモードオフ、確認、確認、 OK です。パート2、1回目、 300m の下りです。今回はどうなる？パート2、1回目、300m の終了です。バッテリー表示変化なし。18%。これは予想ができる範囲内です。範囲内、範囲内。戻ります。疲れます。しんどいんだ。これがまた。パート2、2回目、600m の下りです。2回目はどうだ？現在、呼吸を整え中。深く深呼吸。パート2、2回目、600m の下り、開始。行きます。パート2、2回目、600m の下り、終了。19% にアップ。今度は 600m だったか。あ、いやいや、 600m あればアップだった。よかったぜ。もしかしたらパート2の開始が 18.0% より多かった可能性はありますが、そこは目で確認できる範囲ではということにしておきます。これを結果とします。そんなことより、もう一回アシストモードオフで登らなくていいんだ。こちらの感情の方が圧倒的に大きかったです。やれやれ、終わった。まとめます。今回の結果をまとめます。パート1とパート2の違いは前述の通りですが、今回出た結果を採用します。それでは条件等の再確認からいきます。条件再確認。最大傾斜6度、約 20km 毎時で下り。回復充電方法はブレーキ回復充電。この条件の下で2回分の平均で 750m あれば 1% バッテリー回復。こんなもんか。6% の下り坂を約 750m 走行してやっと 1% の回復充電。これであれば私が走る圧倒的に多い平坦路ではなかなか目に見える充電ができないのも納得です。バッテリー消費のみ。そうなるとこんな仮説ができました。約 750m で 1% アップであれば 7.5km の傾斜で 10% アップ、 75km の傾斜で 100% アップ。計算上の話。しかし75km も傾斜が続く坂道なんて非現実的です。 7.5km で 10% なら 15km で 20%、 22.5km なら 30% アップ。それでも 15km の距離が現実的ですかね。観光山岳地の下りなど。そうそう、バッテリーの減少についてですが、これはバッテリー残量を 19% から 18% にわざと減少させる際の映像です。ちょっともったいない。そうそう、19% が 18% に減ります。最大傾斜 6%。 アシストモード3段階のうち真ん中のオートモードで走行すると約 150m で 1% 減少しました。減り早し。約 750m の下りで 1% のバッテリー充電に対して約 150m 上りで 1% 減少。その差は約 600m。 仮に上り寄りの山道に行った場合のことを考えると、上りでは 150m はアシストモードオン、残り 600m はアシストモードオフイコール人力で走行し、 750m の下りがあればという、うまい山道があれば山道でも最終的なバッテリー消費がゼロになる計算です。こちらの考えの方が非現実的かもしれませんが、一つの目安とします。あくまでも目安で。やはり
アルベルト E の回復充電の主な目的は消費したバッテリーの回復ではなく充電器での充電頻度を減らすためであると分かりました。確実なデータ。しかし私は従来とは違う喜びに目覚めてしまいました。それはアシストモードオフでもバッテリー残量のアップ2です。今回のバッテリー残量計のアップは嬉しかったです。とても嬉しいです。今まで一度もハイブリッド車を購入したことがないのでハイブリッド車への憧れがこんな気持ちにさせたのかもしれません。確実にこれです。もはやアルベルト E は電動アシスト自転車ではなくアシストモードオフのバッテリー回復充電自転車へ変貌してしまいました。大変身。それでもバッテリー表示がアップする様を見ていると楽しくなりました。バッテリー表示が 20% 以上だとあまりお目にかかれないのが逆に新鮮なのかも。とっても新鮮。今回の動画では先にここの傾斜の紹介案内動画を見ていただきましたが実際の撮影順はこの検証後にあっと思い出し撮影しました。すっかり忘れ。ですから 19% あったバッテリー残量は上りをアシストモードオンで走行したのでこの場を出発するときには再び 18% に減少していました。 1% の攻防。そしてこのアシストモードオフのままほとんど平坦な道を走りました。ですから基本的にはペダルを漕いでの走行でした。私がよく走る道。それでも赤信号で止まるときにはブレーキ回復充電機能作動、また走行中ペダルを漕がない平地回復充電作動、平均的な市街地走行、そのような条件で約 5km 走行したらバッテリー残量が 1% 増えました。なるほど。一つの目安、下りは約 750m、 平坦度は約 5km で 1% アップ目安ですが、これからこれが基準。